どうも GF です。今回のコンセプトは、隠密系キラーがこんなに派手なわけがない、です。昔上げた動画のコメントで、野蛮とまやかしで脳筋プレイができる、とアドバイスをいただきました。今回の BP1.5 倍でまやかしと野蛮が共にレベル3になったので、今回のパーク構成はチェイス特化型で、野蛮な力、まやかし、不屈、地獄耳、です。いるね。法要で心音も消せますし、この派手な付近によって、あわよくばサバの一人だと思わせ、紛れられるかなとも思いました。バベチリボーナスがもらえないのは惜しいですが、毎回チェイスで翻弄されてしまうので、今回はチェイスを楽しんでみようと、この構成です。発電機触ってるね。気づかれた。見切れてしまったけど、無事に当たってくれました。野蛮の力でいたわりも早いです。まやかしがあるので、枠はどんどん乗り越えていきましょう。よし。ここら辺に他のサバはいないみたいだね。この馬が鳴いたのは、何かの通知とかだったりするのかな？いた。見失ったかな？いた。バベチリがないので、どこにサバがいるのか目視しに行くしかありません。救助に来るかな？ミスった。救助した方のクロちゃんを追います。地獄耳って、ラッカーに入ったサバも見えるんだね。足跡を追います。ワンパンゲージは溜まったけど、遠いな。オッケー。
さっき印をつけたサバが、近くにいればいいんだけどね。探していたのは、君じゃないんだよ。まあいいでしょう。この人はこれで2人目かな。いないな。ここにもいないと。逃げてったね。キャッチ成功。向かいましょう。なぜここで振ったのか、自分でもよくわかってません。まずは一撃。越えていきます。オッケー。オブセってことはストライク持ちってことかな。さっきも見た光景ですね。退場。遅延系パークゼロなのに、この時点でまだ発電機は一つしか直ってません。いた。ワンパンゲージを貯めるより、キャッチした方が早いかな。ストライク。つか。オッケー。ゲロウ。救助狩り狙おうかな。どの位置で待ち伏せするのがベストだろう。まずは一撃。
ボケ。他にサバはいないかな。小伏せのミグが回復したね。ここから覗いて、ゲージを貯めよう。気づかれたかな？やっぱりワンパンは気持ちいいです。二人目退場。探しに行こう。真っ赤なローブに真っ赤なお面、そして血染めのナイフと、サバ視点だとどういう風に見えるのか、ちょっと気になりますね。いないな。もしかして、今誰も発電機触ってない感じでしょうか。いないし。誰も凝視にかからない。ちょっと触ったのかな？見られてる。後ろだ。いた。これで枠は封じた。ゲージがたまらん。ギリギリ間に合った。見失ったな。左に当たりをつけたけど、右に逃げていった模様。ここにもいない？メグが発電機に同化して完全にステルス状態だったけど、適当に振ったら当たりましたね。よし。
そうですね。近くでハッチが開く音がした。二人目のクロちゃんは、ハッチ前で待機してたんだね。一人逃してしまったけど、なぜか無慈悲ゲットできました。ご視聴ありがとうございました。